はい、どうも、さっくんです。今日はこの南海アクセサリーステッカーと南海2000系用のステッカーについてご紹介していこうと思います。でこれちょっともう切り出した後なんですけども、今日はこの貼り方とか、貼った後どんな感じになるかっていうのを紹介していこうと思います。これ一応南海の電車祭りの時に現行発売した、シールなんですけど、結構貼ってからまた言うんですけど結構いいんですよ。これ通常販売してからまた買おうと思うぐらい結構貼り応えあるシールです。それではどうぞ。はい、これでですね、前傾の側面の行き先と、そしてこの高野山1200年祭の、広告ステッカー貼り付け4両とも終わりまして、でこの7037のネットワークも貼り付けました。一番やっぱ個人的に気に入っているのはやっぱこれで、もう1両に8枚いるっていうのが少し引っかかるとこなんですけど、やっぱり見栄えは変わります。これはすごいおすすめなんで、通常販売されたらぜひ買ってみてくださいということなんですが、今回はこんな感じで終わりたいと思います。